こんにちは。今回は数の規則性と分数の計算に関する問題ですね。問題の内容を確認しておきます。次のように分数を順番に次々と掛け合わせていきました。この計算結果が1万分の1ですね。これより小さくなるのは何個の分数を掛け合わせた時ですか？こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解きたその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきますね。ここで並んでいる分数、規則的になっていますね。分子は分子で1、3、5、7。こういうふうに2ずつ増えていっています。分母に関しても2ずつ増えていっていますし、分子と分母の差ですね。これは8になっています。もうちょっと書いていくと次の数ですね。これが17分の9。で、次が19分の11。こういうふうに順番に数が並んでいっていることになります。この計算、もちろんまともにやるんじゃなくて、次々と約分していくことができますね。どこから約分できるかっていうと、ここですね。ここで9が出てきた時点で、この9とこの9ですね。これが消えます。11と11。こういうふうに消えていきます。分子と分母ですね。1個ずつ対応して消えていきます。最初に分子が4つ残っているっていうことは、これ順番に計算していきますと、最後の方ですね。分母が4つ残る。こういう計算になるはずです。分子は全部消えますけれども、分母が4つ残ります。ここで残ってる分母ですね。これ前の方を見てもらったらわかると思うんですけど、全部奇数になっています。ということはこれ計算した結果どういう形になるかっていうと、分母が4つ。分子で残っている数ですね。これは計算しておきましょう。3×5×7。15×7。105ですね。これが1万分の1より小さくなる。じゃあ、この計算ですね。こことここで比べやすいように、ここの分子が105だったら、ここの分子ですね。これも105にしときたいです。これが105っていうことは分母。1万に105をかけて、こういうふうな数になればいいですね。じゃあ、これとこれ比べて、こっちの方が小さいってことは、ここの連続した分母ですね。この場合、連続した奇数ですね。この4つが、ここの105万より大きくなる。こういうふうな数を見つけてあげたらいいです。これ4つで考える必要ないです。大体の大きさで考えるんだったら、2つ2つで考えて、これも105万で考える必要ないですね。大体100万。こういうふうな数で考えてくれたらいいです。100万っていうことは 1000×1000 ですね。ここら辺の奇数で2つかけて1000を超える。もしくは1000前後の数ですね。こういうふうな数ですね。これが頭に浮かんでればいいです。じゃあ同じ数をかけて1000近くになるような数ですね。奇数に関わらず考えていくと、例えば 32×32 ですね。これ覚えておいてほしい計算なんですけど、これ1024です。その一つ前の奇数、31×31。これ960。ここら辺の数が候補になってきますね。29、31、33、35。このあたりの数を計算してもらって、これが105万を超えるか超えないか、これを確かめてもらえればいいです。実際これ計算してもらわないと仕方がないんですけど、これ計算すると、1038,345。こういう風になって、残念ながら105万超えないですね。っていうことは、この次の 31×33×35×37。まあこれ明らかに105万超えると思うんで計算する必要はないですけれども、頑張って計算すると1324,785。こういう風になって105万超えますね。っていうことはここの最後の数37です。求めたいのは何個の分数をかけた時ですか？これが何番目の分数かっていうのは分かればいいです。分母で考えるより分子で考えましょう。分子はいつでも分母より8小さいですね。37から8を引くと29です。その29が何番目の奇数かっていうのを考えてあげたらいいです。29を考えるとき、1足して30、偶数にしてから2で割る。そうすると何番目の奇数かっていうのはわかります。29に1足して30、30を2で割って15個ですね。15個の分数を掛け合わせた。こういうふうに出すことができます。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。